はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は本日からピックアップが始まった、9周年のピックアップについて、まあ、引いた方がいいのかというお話していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたしますって言うんだけど、どこをピックアップというので、まあ見ていくんですが、本日から楊貴妃のピックアップが来ているという感じになっております。楊貴妃と同時に水着のお坂部姫も来ているっていう感じですね。で、それを踏まえた上で、まあ、今回のピックアップ引くべきなのかというお話なんですが、引いてもいいですって思います。はい、まあなんでかっていうと、楊貴妃普通にストーリー攻略で使えるし、お坂部姫個人的にね、ちょっと評価高い、個人的にね評価高いキャラクターとなってるんで、まあそうね、考えるんだったら引いてもまあおかしくはない、まあ別に引いても別に損はしないかなと個人的に思ってるんで、狙いたい方は狙っちゃってもいいんじゃないかなと思います。ただまあこの後ね、やーべーピックアップ続くんですよ。まあそっち狙った方がいいっていうのもあったりするから、まあとりあえず好きだったら狙うみたいな感じでいいんじゃないかなと思います。というので、まあ性能軽く見ていきましょう。まず楊貴妃ですね。第一スキル、自身に無敵状態1ターン付与し、毎ターン NP 獲得状態 10% を3ターン付与、スターを大量獲得、ターゲット集中状態を1ターン付与。第二スキル、敵全体のチャージを減らし、減らした量に応じた NP を 20% 獲得する。防御力を3ターンダウン。第3スキル、自身に生ける炎状態を付与し、非ダメージ時に敵単体の防御力を3ターンダウン、火傷状態を付与3ターン、付与3回の3ターン、防御力を3ターンアップするというスキル構成になっております。でこの子に関してはね、もう第一スキルが強化されてめちゃくちゃ使いやすくなりました。まあこの第一スキルがターゲット集中付与しながら、まあ無敵を付与してくれるんですが、それと第3スキルの攻撃を食らったタイミングで火傷付与ですね、それをうまいこと合わせることによって火傷特攻の宝具でぶん殴っていくっていうキャラクターです。でまあスキル構成ね、シンプルに強くて、第一スキルはまあターゲット集中無敵が強くて、毎ターン NP 獲得してくれるんで宝具回転率も上がってくれる、かつスター大量獲得持ってるんでクリティカル運用もすること可能。第2スキルは敵全体のチャージを減らして、減らした分だけ NP20% 増やすんですよ。単体だった場合 60% NP チャージしてくれるんでめちゃくちゃ優秀なんですが、チャージが溜まっていない状態で使用したとしても意味がないっていう感じになるんで、そこだけご注意ください。で防御力ダウンに関してはシンプルに火力が出しやすくなるね。で第3スキルに関しては、まあ、シンプルに防御力アップついてくれるんで、まあ無敵がなくなって攻撃を食らったとしてもある程度耐久することができるっていうのは悪くないかなと思います。まあ非ダメージ時に火傷と防御力ダウン付与してくれるっていうのが一番強いかなっていう感じです。でそのまま宝具見ていくんですが、宝具は敵単体に超強力な火傷特攻の攻撃、オーバーチャージで特攻威力アップ、火傷状態を3ターン付与となっています。でこの火傷特攻に関してめちゃくちゃ強いんですよ。というか実質弱体無効とかがない限り誰でも特攻になるっていうのがめちゃくちゃいい。でコマンドを、あ俺つけてないのか、楊貴妃に関してコマンドとかで火傷、まあここら辺ですね、この火傷とかを付与してあげると通常攻撃を入れて、かつ火傷特攻を生かすことができたりとかもするんで、高難易度でも使えるし、周回でも使うことできるし、コマンドコードによって結構この子の性能は変わってくるという感じです。でコマンドコード持ってないやっていう方に関しては、素直に第一スキルと第三スキルを合わせて攻撃をわざと食らう、火傷付与する、火傷特攻でぶん殴るっていうね運用方法をすればいいかなと思うので、まあ、そこら辺に関してはうまいこと運用していけばいいんじゃないかなと思います。で火傷特攻に関しては 150% の特攻を乗ってくれるんで普通に火力が出しやすいです。でフォーリナーというクラスがちょっと微妙っていう感じはするんですが、フォーリナーでもある程度火力を出してくれるのが楊貴妃っていう感じなんで、まあ対バーサーカー相手用とかにね1体持っておくっていうのは悪くないかなと思います。そして次、一緒に来ている水着のお坂部姫見ていきましょう。お坂部姫なんですが、第一スキル、自身のクリティカル威力3回の3ターンアップ、回避状態1回の1ターン付与。第二スキル、敵単体にターゲット集中状態3ターン付与のデメリット、味方全体の攻撃力を3ターンアップし、必中状態を3ターン付与。第3スキル、自身のアーツ性能を3ターンアップし、バスター性能を3ターンアップするというスキル構成になっております。
で、これに関してなんですが、まあ、シンプルにね、強いというより便利っていうのが正しいかな。第1スキルでクリ軸運用できて、まあ、ちょっと耐久もできる。第2スキルのターゲット集中デメリットに関してはカッコ罠なんであんま気にしないでください。ただその分攻撃力全体上げて必中状態付与してくれるんですよ。これ強いね。必中状態って3ターン付与してくれるキャラクターってなかなかいないんで、しかもそれ全体に付与してくれるっていうことはサポートも使えるしアタッカーにも使えるしということでめっちゃいいです。で、自身のアーツ性能バスター性能アップに関しては素直に火力を出してくれるということで、全体バフ持ちながら火力を出してくれるっていうのは悪くないかなと思います。で、そのまま宝具に関しては敵全体に強力な攻撃、味方全体のバスター性能を3ターンアップ、オーバーチャージで効果量アップ、クリティカル力を3ターンアップ、オーバーチャージで効果量アップとなっています。で、これに関してシンプルに第2スキルで攻撃力全体アップからの宝具を打つことによってバスター性能を上げてくれるんで、普通に周回とかで使えるんですよ。最終ウェーブで使うっていうことは基本しないんですが、 1,2 ウェーブ目担当で実質バスターのキャラクターに対してバフをばらまくっていう運用方法は結構強かったりするので、個人的にね、まあシステムとかそういう運用方法をすることはできないんだけど、通常のフリークエストとかでの運用ではおさかべ姫頭抜けて個人的に強いんじゃないかなって俺は思っております。ということで楊貴妃運用していこうかなと思います。まあ今回に関してはどれぐらい火力出てくれるのかっていうのをちょっと見てもらいたいなと思うので、まあシンプルにちょっと敵がバーサーカーなところ行ってそのままドーンってぶん殴ろうかなと思います。はい、ではやっていくんですが、まあとりあえずね、第1スキル切ってターゲット集中、そして第3スキル切ることによって生ける炎状態つけたということで、まあ耐久ができるよって感じです。で、1体は正直倒しといてほしいんですが、おーよかったー。あー、この感じだとあれだったな、普通にチェイン組んでよかったなって思ったけど、まあ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 、そこは置いときましょう。で、これターゲット集中食らってるんで、まあ敵の防御力をダウンさせながら、まあ殴ることができるよって感じです。で、まあ本来だとヤケロもう1個付与することできたんだけど、まあちょっとできないということで、まあ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 割り切るか、割り切りましょう。はい、でここから宝具っていくんですが、まあ敵今2体いるということで、第2スキル切ると NP を最大 40% 増やしてくれます。自分ちょっとスキルマンじゃないんで少し足りないんですね。で、ここから、攻撃力アップとかいろいろつけてあげて、そのままやけど特攻でぶん殴っていきましょう。で、やけど特攻でぶん殴るんだけど、まあどれぐらいの火力出るのかっていうのは見てもらえたらいいかなと思います。まあ、キャストリアとレディアバロンのバフって感じだね。で、普通にねクロスエハイ運用しているんで、ある程度火力を出すことができるって感じです。まあそれがやっぱりいい点だよねって思いつつ、 OC も上がってるんで、はい、やけど特攻でお手軽148万バーサーカーに対して出すことができるんで、正直これは強いよね。うん。で、マイティチェインじゃねえわ、普通にアーツとかがあったらこんな感じで宝具連発等も狙うことができるんで悪くないかなと思います。で、もし仮にね、やけど特攻が入らなかった場合どれぐらいかっていうのをね、ちょっと見てもらおうかなって思うんですが、まあ、さっき140万ぐらい、あ、まあマスタースキル込みでね、出てるって感じなんだけど、それが入ってなかったらまあ50万ぐらいに減ってしまうっていうのがあるんで、まあ、いかにやけど特攻が強いのかっていうのをね、ちょっと見てもらえたらいいんじゃないかなと思います。これね、普通にいいねって感じ、強いなって感じで、まあ宝具3連発ね、なんか本当にこんな感じでうまくいけばすることできたりするんで、まあそこを考慮した上でも結構おすすめかなって感じはします。というので、まあとりあえずね、今回楊貴妃について運用してきたんですが、こんな感じとなっております。まあやっぱシンプルにやけど特攻が強いということで、やけど特攻生かしたいなって思う方に関しては狙ってもいいサーバントかなと思います。で、それと同時に水着のおさかべ姫に関しても結構強い性能となってるんで、狙いたいなって思うんだったら狙ってもいいんじゃないかなって思う。まあどちらかっていうと水着おさかべ姫出たらラッキーっていうぐらい、まあそっちを優先してもいいんじゃないって俺は思うレベルなので、まあそこは自分の手持ちと相談してとか、水着備えるとか、まあいろいろとうまいことやってもらえればいいんじゃないかなと思います。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それじゃあ
バイバイ。Thank you.